よろしくね。大丈夫よ。タカネちゃん、すごいね。の出現警報が続いたせいで結局帰れなかったな。ガーデンには連絡が入ってるはずだから1年生の子たちも心配はしてないだろうけど。あら、浮かない顔ね、カナオ。タカネちゃん、私が外泊の相手では、不満？もう、意地悪なこと言わないで。私たちだけこんなに素敵な部屋に泊まるなんて、一年生の子たちにちょっと申し訳ないなって。いつかまた、みんなで泊まりに来ることだってできるわ。ホテルも夜景も、こうして無事なんだから。うん。そうだね。わかった。めったにない機会なのだから、私たちも楽しみましょう。こっちに来て、カナオ。うん。湯上がりのせいね、きっと。いつもより頬が赤くて、可愛らしいわ。タカネちゃんは、湯冷めしてない？私なら平気よ。うん。でも。はぁ、あ。せっかくだから、あなたの体で暖を取らせてもらおうかしら。タカネちゃん。やっぱり。カナホの体、すごく暖かい。タカネちゃんも、暖かいね。しばらくこうして、夜景を楽しみましょう。あんまり夜更かししたらダメだよ。タカネちゃん、今朝も寝ぼけてたんだから。カナホが起こしてくれるから。大丈夫でしょ？カナオの心臓の鼓動が伝わってきて、なんだかくすぐったいわ。タカネちゃんの心臓の音も聞こえるよ。トクン、トクンって動いてるの。この音聞いてると、すごく安心するんだ。カナオ。
寝てしまったのかしら。今日は忙しかったし、起こすのもかわいそうね。おやすみなさい。かわいい、カナホ。